チャールズ・グレー、第二代グレー伯爵、第二代グレー伯爵チャールズ・グレー、1764年3月13日から1845年7月17日は、イギリスの政治家、貴族、ホイック党フォックス派の議員として、頭角を表し、1806年のフォックスの死後に、ホイック党の指導者となった。長きにわたって、 野党だった保育党が1830年に政権獲得した際に首相在職1830年から1834年に就任した。第一次選挙法改正をはじめとする多くの自由主義的政治改革を成し遂げたが政権内部の亀裂で1834年に辞職しメルバーン施策に首相保育党と首の座を譲った。 父が助赦された1806年から自身が借料、継承する1807年まで、ホーイック子爵、バイクウント・ハウィックの儀礼称号を使用した。1764年3月13日に、陸軍将校、後の初代グレー伯爵の息子として、ノーサンバーランドに生まれる。母は、エリザベスグレー、ジョージグレーの娘。グレイ家は、 ノーサンバーランドの名家として知られる家柄であった。イートンカレッジを経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで学ぶ。大学を出た後、ミドルテンプルで学ぶ。1784年から1785年にかけて、王帝、カンバーランド公ヘンリー・フレデリックの自重となる。1784年から1786年にかけては、ヨーロッパ大陸を旅行する。 1786年にから、保育党候補として、立候補し、庶民院議員に当選した1807年まで、この選挙区から当選し、ついで1807年5月から6月まで州から、同年6月から借位を継承する11月まで、デボン州から選出される。保育党内では改革派のチャールズ・ジェームズ・ホックスの派閥に属した。 グレイはホックス派の中でも特に将来有望な若手議員であり、早いうちに同派の指導的地位に上り詰めた。フランス革命の影響でイギリスでも民衆の改革要求が高まり、イギリス支配階級はその対応をめぐって分裂した。ホイック党内でもこれを弾圧すべきとするエドマンドバーク派とある程度妥協すべきとするホックス派に分裂した。 グレーは1792年4月に他のフォックス派議員27人と共にを結成した。同組織は目的として選挙の自由と議会における国民のより平等な代表の復活、国民の選挙権のより頻繁な行使を掲げていた。こうした改革を行うことによって国民が共和制革命を起こさないようにすることを狙いとしていた。彼らは ホイック内に残っていた貴族主義の空気に対抗したが、そのためにポートランド公尺派からは、打活のごとく嫌われた。国民の友協会の宣言が過激になってくると、グレー自身も困惑することがあったという。結局、国民の友協会は政府の弾圧を受けて、創設から2年後には解散となった。しかし、グレーの議会改革を目指す運動は衰えず、 1793年と1795年の二度に、渡って、議会改革動議を提出している。ただし、否決。保育党は1780年代から長い野党生活を送っていたが、1806年から1807年にかけて、保育党とトーリー党の大連立政権、クレンビルダン尺内閣が短期間だが成立した。この内閣においてグレーははじめ、 ついで1806年9月に死去した、ホックスの公認として、外務大臣に就任した。外務大臣として、奴隷貿易廃止を実現した。またカトリック解放、カトリックの賛成権不要を訴えたが、カトリック解放に強く反対する国王ジョージ三世との、圧力が強まり、内閣は1807年3月にも、総辞職に追い込まれた。1807年11月には、 父が死去し、第二代、グレー伯爵の爵位を継承し、貴族院議員に列した。18世紀の党派は、党首個人の人脈の集まりという要素が強かったので、党首が死ぬと解散してしまう傾向があったが、イデオロギー的、精神的結合を確立していた、フォックス派は、フォックスの死後も消滅せず、グレーを中心にして、結束を維持した。 グレンビル団尺内閣の後を受けた、トーリー党政権ポートランド公尺内閣はすぐにもに、踏み切った。この総選挙で、トーリー、ホイックの政党名が復活し、国王が体験で、グランビル団尺内閣を更迭したことを支持する者を、トーリー、支持しない者をホイックと呼ぶようになった。選挙結果は、トーリー党政権の勝利に終わり、これにより、トーリー長期政権の基盤ができた。 また、グレー伯爵とホイック党は、国王ジョージ四世から嫌われていたため、彼の治世中には素格の対面を受けられる見込みが、なかった。結局、グレー伯爵率いるホイック党は、1830年までの長期にわたって野党に甘んじることになった。このような不遇のためこの時期のグレー伯爵は、ロンドンでの議会活動より、ノーサンバーランドでの田園生活を好んでいた。 しかし、トーリー党政府による治安維持立法の強化と弾圧にもかかわらず、改革を求める大衆運動は衰えなかったし、議会内でもそれを反映して、改革を求める機運が少しずつ高まっていった。そのため、グレー伯爵は、長い野党時代の間に、自身の保育党最高指導者としての地位を固めると、共に党勢を新調させていくことができた。 1828年1月に成立したウェリントン、公爵内閣、トーリー党政権はカトリック解放問題や選挙法改正問題をめぐって内部分裂を起こし、矢の政権利反を招いた。一方グレー伯爵はカトリック解放、選挙法改正の実現を目標を掲げることで、ホイッ党内の各派閥を一致団結させることに成功した。 1830年6月には、ホイック嫌いのジョージ4世が崩御し、グレー白爵の友人だったウィリアム4世が国王に即位した。当時の慣例であった国王即位に伴うは、トーリー党政権が多数を得たものの、グレー白爵はカニング派やウルトラトーリーなど他の野党勢力との連携を深めていき、1830年11月にも、 王室費に関する政府法案に反対する道義を233対204の僅差で可決させた。これにより、ウェリントン公爵内閣は、総辞職に追い込まれた。国王ウィリアム4世より組閣の対面を受け、1830年11月22日に、グレー伯爵内閣が組閣された。同内閣は、ホイック党、カニング派、ウルトラ、トーリーの連立政権であった。 閣僚のメンツは、全体的には、貴族主義的だったが、ダーラム伯爵や、ジョン・ラッセル教羅改革派も閣僚に登用されていた。内閣の最初の課題は、選挙法改正であった。どの程度の改革を行うかについて、政権内部でも意見対立があったが、グレー伯爵の人望のおかげで、ホイック等は分裂することなく、第一次選挙法改正法案をまとめ上げ、 1831年3月に議会に提出することができた。同法案は、都市選挙区の選挙権について、年価値10ポンド以上の家屋を占有する青年男性、県選挙区の選挙権については、年価値10ポンド以上の自由土地を所有する青年男性に選挙権を認めることで、有権者を現状より予測45万人増加させるとともに、 2000人以下の人口の都市の選挙権を剥奪することで、腐敗選挙区を抑止することを内容としていた。しかし、同法案への議会の反発は強く、庶民院第1読会はわずか1票差での可決となり、しかも議員提出のアイルランドスコットランド選出議員を増加させることに反対する修正同義も可決されたため、 グレー伯爵は1831年4月23日にも庶民委員を解散した。の結果、グレー伯爵率いる保育党が対象し、選挙法改正反対派のトーリー党は大きく議席を減らした。この勝利により1831年6月に再び庶民委員に提出された選挙法改正法案は第36回まで難なく通過したが、トーリー党は 貴族院で抵抗を続け、9月にも貴族院、第1読解における、第2読解へ移すかの投票において否決した。しかし、グレー伯爵は断念せず、同年12月にも3度目の法案提出を行い、1832年3月までに、諸議院を通過させた。法案は再び貴族院に移されたが、この時も貴族院は否決の構えを見せていたため、 グレイ白爵は新貴族喪失以外に打開方法がない旨を国王に上奏した。国王は当初新貴族喪失に反対したが結局説得に折れて第二読解通過のために必要な限りにおいて新貴族喪失を許可する内諾を与えた。これにより通り党が譲歩して法案は貴族院第二読解に進んだが5月17日の第二読解委員会において トーリー党が選出権に関する討議を求める同義を可決させたことで討議の主導権がトーリー党に奪われた。グレー伯爵はこれに対抗して国王に50人の新貴族喪失を求めたが、この時には国王は拒否した。これを受けてグレー伯爵内閣は5月9日に総辞職の手続きを行った。国王はトーリーのウェリントン公爵を 公認の首相に臨んだが、これには国民の憤慨が激しく不可能だった。結局国王は5月15日にもグレー伯爵を招集して、引き続き政権を担うよう要請せざるを得なかった。グレー伯爵は選挙法改正法案の通過の保障を国王から得られない限り廃止する構えだったため、国王は最終手段として新貴族を喪失することを認めた。 とはいえ実際に新貴族喪失を行うことを嫌がった国王は、トーリー党に情報するよう説得にあたり、ついに貴族院トーリー党は抵抗を諦め、1832年6月4日に至って法案は可決成立した。貴族院通貨をめぐる激しい闘争の中で、細かい部分が若干修正されたものの、基本的に大きな修正なく、第一次選挙法改正は達成された。 イギリスには16世紀以来、給品法という法律があり、教区ごとに、給品税を取って、貧困層保護を行っていたが、18世紀末頃から、貧困層保護の方法について、給品飲酒用から直接現金支給へ移行する、教区が増えていった。それぞれ院内救済、院外救済と呼ばれた。しかし、院外救済は、給品税が高くつくため、多額納税者である、 中産階級から強い反発が起こっていた。また政治家の間でも、院外救済は労働者の労働意欲をそぐという考え方が広まっていた。そこで、グレー白爵内閣は1832年にも、給品法事情調査の王立委員会を創設した。同王立委員会は1834年2月にも、院外救済は労働者を堕落させ、労働意欲をそいでいる。 労働能力者への因外救済は全廃されるべき、給品政策は、給品員収容によってのみ行われるべき、給品院に収容される者の,の生活水準は、収容されていない者の,の生活水準を下回らねば、ならない、劣等処遇の原則と呼ばれたとする報告書をまとめた。この調査結果に基づいて、グレー白爵は、同年のうちに、給品法改正を行い、 院外救済を廃止し、今後の給品政策は、給品員のみとした。これにより労働者は、牢獄のような給品院に入りたくなければ、低賃金でも労働しなければならない状況に追い込まれた。自由主義ブルジョアの要求は満たされたが、労働者層からは、激しい反発が巻き起こった。とりわけ、劣等職業の原則は強く批判され、この不満は十時間労働の法制化を求める。 運動も加わって、後にチャーティズムとして爆発することになる。イギリスの都市自治体は、多くが、チューダー・アーサー、スチュアート長期に、直居上によって成立したものであるが、これらの都市自治体の住民は自由民と非自由民に、分かれていた。市政の中心である、三次会をはじめとする、都市自治体の役職に就くことができるのは全住民の1割にも、満たない、自由民のみであった。 自由民は、旧家のジェントルマンや商人であり、トーリー党支持者であることが多く、対する信仰ブルジョアや被告教徒など、ホイック支持層は、非自由民であることが多かった。そこで、グレー伯爵内閣は、トーリーの支持基盤を切り崩す意味でも、都市自治体改革を目指した。1833年にこの問題についての、法律委員会を設置して、調査を行わせ、 その調査結果に基づいて法案を作成した。同法案が可決に至ったのはグレー白爵退任後の1835年であったが、これによって次のような改革が実現した。まず178の都市自治体が廃止されて新たな都市自治体に改組された。有力自由民の5選による三次会に代わる市政中心機関として公選性能が設置された。 市議会議員選挙権はその都市に家屋を占有し、3年間給品税を払っている成人男性とされた第一次選挙法改正の庶民院選挙権よりもかなり広い。市長選出は市議会議員の選挙によるとした。この法律は都市自治体の姿勢が閉鎖的、過藤的体制から大議制の開かれた体制へと移行していく第一歩となった。 もっともトーリーの反発への配慮もあって、過等性の残死は、ある程度残さざるを得なかった。例えば、司会議員になるためには、1000ポンド以上の動産、もしくは、不動産所有者であることと、給品税30ポンド以上の納税者であることを、要したし、治安判事の任命権は、市長ではなく、国王に温存された。自由民の既得権も守られたし、参事会も完全廃止されず、 三次会が司会の4分の1を構成し続けた。また、ロンドン氏はこの法律の対象外であった。外交面ではパーマストン施策を外相として自由主義外交を展開した。とりわけ大きな出来事はベルギー独立革命であった。7月王政下のフランスとそれに敵対する新生同盟三国、ロシア・オーストリアプロイセンをうまく調停し、 ベルギー独立を実現させつつ、ベルギーがフランス支配下に落ちることも回避し、さらに亡きシャーロット王女、全国王ジョージ四世の長女の夫だったレオポルドをベルギー王に擁立した。1833年には、庶民院内総務、オルソープ施策の主導で、工場法を制定し、自動労働の労働時間制限を設けた。また、 法案の実行力を確保するために監察官も設けた。社会政策への最初の一歩となる法律と評価される。イギリス本国の奴隷貿易は19世紀初頭にすでに禁止されていたが、それに続く改革として1833年に奴隷制廃止法案を制定して、大英帝国全体において奴隷貿易を禁止した。奴隷所有者への賠償のために、 イギリス本国政府は2000万ポンドを拠出している。クレイ伯爵内閣は多くの改革を行ったが、それによって政権内部の意見不一致も徐々に深まった。この閣内不一致が噴出したのが、1834年5月に改革派閣僚のジョン・ラッセル教が閣議で提案したアイルランド国境界の収入を民間に転用する政策だった。陸軍。 植民地大臣、スタンリー・卿、後の第十四代ダービー伯爵の第二代順団伯爵サージェームズ・グラハム、王子少女の初代リボン伯爵フレデリック・ロビンソンの第五代ジッチモンド公爵ら保育派の四閣僚が、これに強く反発し、揃って辞職してしまった。さらに彼らは八十名ほどの保育派を引き連れて、分党し、野党勢力ダービー派を形成した。 これによって、求心力が大きく低下した、グレー伯爵は、人心一心のため、政界の第一線を引退することとした。1834年7月9日に、国王ウィリアム4世のもとに参大し、辞表を提出した。公認の首相として、内務大臣メルバーン爵を推挙した。国王は、その助言に従って、メルバーン爵に、疎閣の対面に与えた。 政界引退後は再びノーサンバーランドで、田園生活を送ることが多くなった。1834年11月14日、ラッセルラホイックサハを閣僚に入れる人事案をめぐって、新首相メルバーン施策と対立を深めていた国王は、内閣更迭に踏み切り、短期間の保守党、旧トーリー党政権を誕生させたが、1835年4月9日にも、保守党政権は、 アイルランド協会税法案の採決に敗れて、倒閣された。国王は更迭したばかりのメルバーン支社区の斉藤洋をためらい、4月9日に信頼するグレー伯爵をセントジェームズ宮殿へ招集し、ホイプー派と保守党による連立政権を組閣することを要請した。グレー伯爵も、ラッセルら党内左派の増長を警戒する立場だったが、自分がすでに歳であること、 また引退を宣言していたことから対面を廃止した。メルバーン死者やパーマストン死者、コランド団子者、ランズダウン公爵ら党内重鎮からも首相再登板内市外相としての入閣を求められたが、彼はそうした要請をすべて断っている。4月11日にグレー伯爵は国王にメルバーン死者を公認の首相とすべき旨を上奏した。また翌12日には、 メルバーン主尺に対し、自分はいかなる役職にもつけない胸の書簡を送った。結局国王は、グレー伯爵の推挙通り、メルバーン主尺に、疎閣の対面を下した。1837年に即位したビクトリア女王からも、正界の長老として熱い信頼を寄せられたが、彼女にとっては、現役首相メルバーン主尺が、最も信頼できる相談役であったので、 彼女のもとでは、グレイ伯爵が相談に預かることは少なかった。1845年7月17日ににおいて81歳で死去した。爵位は長男のに受け継がれた。本質的には保守的傾向を持っている政治家だったが、フランス革命後の議会政治枠外の民主運動の公用を警戒し、特に国王の軍隊たるイギリス軍が、 フランス革命後のフランス軍のような国民軍に転換されることを恐れていたという、その運動を沈静化させるため、またトーリー島への対抗から改革の戦闘に立たざるを得ない立場にあった。1831年5月には、第一次選挙法改正に慎重だった国王ウィリアム4世に対して時代の精神は勝利を示しつつあります。 それに対抗することは確実な破滅しか待っていません。陛下が交代しようと考えられても、どこにも支えてくれるものを発見できないでしょう。あの広大な大帝国ロシアでさえも一握りのボートに対抗できなかったのですと上層して、説得に当たっている。1792年、社交界の花形で、ホイッ等の有力支持者であった第五代、デボンシャー公爵の妻、 ジョージアナの愛人となった。紅茶好きとしても知られ、アール・グレイは彼にちなんで付けられた名前であると言われている。1792年にデボンシャー公爵夫人ジョージアナとの間にという娘を設けた。イライザは両親の娘、チャールズの妹として育てられた。1794年に初代ポンソンビー男爵。 ウィリアム・ポンソンビーの一人娘メアリーと結婚し、十何六条設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。